続々と。こんにちは。こんにちは。あ、私も入った。あ、そっか。そういうの入って、私も見た。え、私も見ようじゃん。あ、みんな入ってる。1個目だ、1個目。1個目、1個目。え、誰が？私。嘘。塩コメント。こんにちは。本当だ。こんにちは。私も塩。こんにちは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 。では自己紹介から。そうです、ね、はい、あ、はい、おかしな舞台おかしな転生ペイストリー役黒澤美奈です。よろしくお願いします。そして、はい、ジョゼフィーネ役平松かの子です。よろしくお願いします。かな。イエーイ。そしてアニエス役の出口アリサです。お願いします。やありがとう。シーツ役相沢るかです。よろしくお願いします。はい、カセローラ役の真島若菜です。よろしくお願いします。若菜さん、あなたすごい、もう50人近くの方が。本当だ、早い。早いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。3月4日今日は土曜日だね。土曜日、土曜日お休みなのかな。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう一回言ってるの。お昼時ですけど、お過ごしでしょうか。マスクしてると誰か分かりません。そうですよね。確かに。ちょっとね、対策でちゃんとね、マスクはですね、させてください。今日は5人で。めっちゃね。今日多いね。多いね。やっております。最終号。プリクラみたい。このなぜこの5人なのか。当てる、まあ、皆さんなんでこの5人なのか分かりますか。何の5人だと思いますか。こんにちは。あ、遅れて始まったから間に合いました。よかったルカチと若菜ちゃんの共演嬉しいです。いやー嬉しいです。本当にご飯を終えました。ご飯終えました。ご飯終えました。実は何、実は全員 A 型とか。ちなみに A 型、AB 型、B 型、A 型、B 型。おー、そんな誰も誰がいない。 A と B と AB ですね。選ばれし5人。選ばれし5人で今日は。確かに。あ、当たってる人いるよ。あ、ファミリー配信。おー、当たってる。すごい、あさっこさん。そう、カセロール家なんだよね。カセロール。そう、まあまあまあ、シーツは、シーツも3人いる人。連れてきました、私。大将に連れてるんですよ。モルテール。いいよ、それも来いって。あなた、大型以外メンバーなんですね。信じちゃってる方が。あ、そう。言うて多分いっぱいいるけどね。確かに。今日みんなの聞いてみようかな。160センチ以上メンバーとか書いてある。なわけ。何メンバー ?160センチ以上。少ない少ない。160センチ以上少ないよね。確かに確かに。ちっちゃい、みんなちっちゃいから。ちっちゃい組が多い。子供が大半占めてるから。そう。そう、あの稽古があと今日明日の。そうなんです。2日間ということは本番がもうね。8日からですね。8日だね。皆さん、すごいね。チケットはお済みですか。チケットの発券はお済みです。チケットお済みですか。お済みですか。今回ね、赤いものとか、そうなんです、赤い服を着てきていただくと、うん、物語の一員になれるというと。そうなんですよね。でもね、みんな意外と男性が結構赤難しいって思って。そうなんですよね。女の子はね、リボンとか。あ、そうそう、赤い、うん、赤いけど。でも私、あの、アイドルしてた時に、うん、グループのユニット T シャツが真っ赤だったので、うん、あ、それじゃあ、みんな T シャツで。ぜひ、ルカちゃんの方、ネックっていう T シャツ着てもらえるか。これも、そうそう、ね、持ってる方は持ってるかもしれないし。あ、これめっちゃ見やすいですね。めっちゃ赤い。T シャツだったら男の人も持ってるかも。確かに、上にパーカーとか羽織って、ね、まあ、チラ見せでも全然参加できるっていう。確かに、確かに。ぜひチラ見せ。もう全員ね、客席ガン見するから、ガン見しますから、ぜひぜひ赤いものを、うん、ガン見できる時もありますもんね。だってあるんだよね、結構あるよ、ガン見シーン、ガン見シーンが、ガン見シーンあるので、結構今回目が合うんじゃないかな。目合いそうですよね。うん、てかもう見に行くので、見に行くってかもう完全に 見るので皆さん、そうですね、ぜひぜひ、全員見るんで、おお、赤、
そう、ダンサーだとネクタイとか赤とか、うん、確かに確かに素敵だなって思ったりとか、確かにそうなんで赤い服どうしよう、そうですよね、みんなそれ、ね、でもそれでなんか悩んでくれるのもまた楽しい、うん、楽しみの一つだ、そう、もう家のところで何の赤い服着ようかなって、もうルンルンそこから感激は始まってますから、確かに赤い服かわいい楽しいね、赤いものどうしようかな、ルンルン、でも今日のルカちゃん真っ黒確かに、いや、わからちゃんもちょっと黒着るから、赤いマスクしていこうかな、あ、赤マスク、すごい頭いい、あるのか、確かに、確かに赤マスクありだと思います、うん、全然ワンポイント赤でも、ワンポイント赤でもいい、うん、赤って結構見えやすいですよね、見えやすいと思います、ちっちゃくても見えますから、うん、そうそう、ガン見するんで、ガン見しますね、感激して感激って感じ、ラブさん1枚、それラブさん1枚ちょっとそれそれ私のファンさんしかやっちゃダメなやつね、新しい服買っちゃいましたって、嬉しいですね、あ、まどちんが見てる、嬉しい、はなちゃん、そう、今稽古前なんですよ、そう、これから稽古なんですけど、稽古前にこの5人のメンバーは早めに集まって、そうなんです、まどかちゃん早く来て、どこにいるんだろう、もう乱入してもらって、ね、ね、まどかさん、あとね、クラップで参加していただくシーンがあって、うん、そ, うそのシーンは皆さんの頑張り次第で、うん、物語が大きくこう変わってきてしまうので、変わってきます、ぜひでこう拍手の練習音が大きくなる練習を、音を出せる練習をしてきてほしいですね、そう、なんかちょっと手 の, あの間に隙間を作って大きい音が出ます、うん、練習めっちゃ拍手拍手、そうすごい、でも楽しいよね、ね、あれ楽しいですよね、映画とかの応援上映みたいな、うんうん、確かに、子供の頃のヒーローショーみたいな、あ、確かに、そう見れます、あの某テーマパークのうんうんうんみたいなあのテンションで、あの某テーマパークの分かってないみたいな、こうみんなで一緒にね踊ったんですけど、年末に流行ってた、そうそうです、なんかやったね、はいはい、拍手で皆さん一緒に、ね、楽しめたらね、難しい、今回がっつり物語みたいな参加できる内容になっているよね、そうなんです、本当にそうです、あと2人はね、あ、3人か、3人、あの盾もあって、あ、そうです、そうです、結構バチバチの盾があります、うん、はい、すごいよ、初めて、みんな初めてではない、あ、盾はまあ経験してる、経験、舞台の盾初めてです、おー、そうなんだ、私は舞台での剣は初めてです、前はライトセーバーで戦った、ライトセーバーかっこいいな、ライトセーバー、そこも見どころの一つ、そうですね、本当にかっこいいです、本当にかっこいい、そう、あとアンサンブルの子とかも、うん、いろんな大活躍、ね、大活躍してるんで、何役やってるのみたいな、本当にそう、だから何回か見て、この子何役やってるんだろうみたいな見てほしい、うん、本当にそうなんです、ね、最後こんだけしかいなかったんだとびっくりしそう、え、本当に本当にそうですよ、いや、本当にそうだよね、うん、本当に本当に皆さんも着替えもバタバタしてね、ねえ、本当に、ね、そう、いろいろありますね、すごい華やかな舞台になってます、そうなんです、あのびっくりなのが、あの出演者さんみんな女の子なんですけど、女性役が3人、そっか、そうだよ、10人いて、あのキャラクターとして女性の役が3人しかいない、確かに、改めて数えたら、そう、母様、姉様、ルミ、そう、えぇ、ー、で、みんな男の子を演じてるという、あ、そうなんだ、そっか、確かに、それもまた面白い、ね見どころ、なんなら大人の女性はもう一人して、そうか、結果に言えず、ね、そうか、子供が2人倍なんで、子供、女の子で、ちなみにスカートで踊るのが2人だけ、確かに、うん、そっか、そう、ルミは男の子っぽ、あ、そうそう、っぽいからゴン、そう、ヒラ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 ね、ヒラヒラヒラ踊ってる時、ヒラヒラヒラミがとっても素敵、ヒラミが可愛い、かなかな先生には本当にすごいです、ダンスの先生、本当にお世話になりました、いや、なんかアリちゃんとあのルミ役のマシロちゃんがちょっとダンスが苦手で、もう初期はね悲鳴がずっとわかんない、ダンス中に叫び声が3回くらい、でも昨日の稽古でそうだから振り付けの先生から、あ、悲鳴が聞こえなくなったねっていうのが、うーっていうのが悲鳴が聞こえなくなった、結構普通の舞台
会よりも踊ってるシーンもすごく多くて、踊ってるシーン、うん、そうですね、皆さんめっちゃ楽しめると思います。見てたらね、楽しいよね、きっと、うん、そうだと思います、うん、あと今日ね、15時にあれですね、サンプルが、あ、グッズのサンプルのサンプルが出ますので、15時です、皆さん楽しみにしてください。めっちゃみんな可愛かった。ほんと可愛かったですよ、見ましたけど、私、うん、え、見たんですか。見ました。見てないです。送られてますよ、送られてますよ、ね、すごい可愛い。あとガチャガチャもあるんですね。そう、ガチャガチャ、そう、ガチャガチャ、なんか缶バッジ、ランダム缶バッジがガチャガチャなんでした。ランダム缶バッジはちなみにもう、うん、あのテオブックさんのインスタの方で今これで見れるので、うん、後でぜひ見てほしいです。え、みんなでやりたい、ガチャガチャしてやりたい、みんなせーのっていいね、やりたい、またペースかよなんかたまにさ、出現率めっちゃ多い、いや多い子いるな、レアな子いる、そうそう、ぜひみんなでガチャガチャも楽しんでほしいな。誰が当たったか教えてください、皆さん教えてください、はい、ハッシュタグおかしな訂正、喋らないで後ろでグッズ見てるジョゼかわいい、ジョゼめっちゃかわいい、嬉しい、本当にかわいい、なんか、ね、あの白髪なんだよね、うん、そう、白髪なんです、この3人が、でパパが茶髪、そう、あれ母の遺伝がすごく強いっていう、ボルテールちょっとずつ実は髪の色もね、そうなんです、そう、みんな同じ色かと思った、そうそう、あの人が違う、ね、色素がペースになるまで、ね、その違いとかも見てほしい、確かに、うん、本当に、あと結構さ、身長が忠実に結構最高、確かに、確かに、確かに、みんなもこう小ささ大きさが、小ささ大きさ、かわいい感じ、そうなる、小ささ普通に少年に見えるって言われてちょっと嬉しかったです、うん、いやでも本当にすごいです、少年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 、心から少年になろうと思います、うん、あ、あとあれじゃない、ちょっと早く劇場に入ってもらうと、ね、昨日、昨日あるね、録音したんだよね、録音したので、はい、早めに来ていただければ、レアな、レア、レア、レア、そこでしか聞けない、そう、わーっていうアナウンスが聞けるかもしれませんので、はい、皆さんぜひぜひちょっと早めに余裕を持ってお越しいただければなと思います、はい、来てほしいですね、録音頑張った録音頑張った頑張った頑張った、録音頑張りました。ジョデちゃんの缶バッジ当てたい、当ててください、ガチャガチャ並びそう、推しが出るまで買わなきゃ、うん、いや、そう、ガチャガチャって止められないんですよ、いや、そうなんですよ、そうすごい、経験者は語る、私ガチャガチャ大好きなんですけど、欲しいの出るまでやっちゃうから、あー、本当にわかる、しかもさ、ね、こう、また並ばなきゃだもんね、そうですね、確かに、すごい、そうそう早めにレッツゴー、早めにレッツゴー、ぜひぜひ、ルカちゃん何回か来る方とか、はい、こういうとこにガチャガチャ増えてるかもしれない、そう、いや、ぜひそう、なんか赤い服着てさらに缶バッジここにつけていただければ、リンゴがいっぱいで、うんうん、ペースが喜ぶので、うん、ぜひ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 増やしてください、もう全身缶バッジになれてるかもしれない、缶バッジチャリチャリチャリすごいガチャガチャ言いそう、確かにそこですごい音鳴りそう、うん、ルカちゃんイケボになってますか、で頑張ってますでも本当にイケメンだよ、本当に立てしてる時、うん、かっこよすぎて私裏で、うん、かっこいいってすごい、かっこいい、イケメン、イケメンがいます本当に稽古場に、ね、ここイケメンが、ね、うん、そうパパとシーツ本当に惚れちゃう、かっこいいね、かっこいい、そう嬉しい、ね、ちょっと女性ファンを増やしたいです、ねね、女性ファン、ね、女性ファンを求む、女性ファン求む女性ファン、もちろん男性もですけど、そうですね、女性にねキュンとしてほしいですね、してほしい、ね、してほしい、たくさんの方に見ていただきたいです、うん、本当にいや、ちょっと子供組は見てるとあの母性本能がめっちゃ可愛い、ね、本当に可愛くてなんか動物をめでる時と同じ、愛情表現が結構それに現れてます、ね、現れて注目してほしいとして、もうみんな可愛いの、もう母性出まくってますから、母性出まくって、そう、見てほしい、うちの子2人は本当に可愛いわえ、なんか似てるって言われるの、そう、うん、スタッフさんにあのね、あのカツラつけてたらね、似てる、
るってすごい。マジ兄弟。兄弟。プリクラやん。あ、じゃあさ、スクショタイムしましょう。あ、もう25分です。あ、早い。え、早くね。もう3人もうちょっと前。あ、でもあれですよね、10分。あ、そうか、10分遅れてるから、そうだそうだ。まあでも早めにやりますか、スクショタイムね。なんかおかしな転生ポーズないかな。ボンカ。これだ。ボンカ。ボンカ。かわいい。ボンカ。ボン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 かボン伝わるボンなんか違うのもやるよ違うの転生あで転車転車だった転車転車もう一回転車した人生なし転車転車転車グググちょっと今グググググなんか結構原作の一巻がメインで作られてるじゃないですか。見ていこうか。いやーそこでもやっちゃう。本当にそう。でも見たら見たらで、うんうん、再現度に感動すると思う。いや本当にそう。でも見なくてもお話がすごく面白い、うん、面白いからどちらでも楽しめると。そうだから見ないで一回来た後に、うん、見てもう一回来てくれると、うん、確かに、コミックスね一巻すごい分かりやすい。とても分かりやすいです。ぜひ。いっぱい見てほしいです。かわいい。あ、すごい、みんなリンゴリンゴリンゴ。かわいい。リンゴ。私もコメントしよう。待って、リンゴ。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 嬉しい。みんなが。リンゴ。スクショしよう。みんなリンゴ。ボン、アタック。リンゴアタック。リンゴアタックしてる。かわいい。あとあれだ、トリートのお礼言わなきゃ。確かにすごい皆さんがすごいたくさん差し入れサービスでとてもありがとうございます。ありがとうございます。稽古場からね支え、うん、てもらっております。いや本当にとても助かって、喉塗るマスク、喉塗ったり食べまくり、飲まくり、使いまくりですもんね足のなんていうんですか、うん、シートみたいな、疲れ取るやつ、疲れ取るやつ、あれ初めてやったんですけど、すごく気持ちいいですね。そう、あれね、足の裏にやるといいんだよ。裏、そうそうそう、あ、裏に今日やってみよう。裏はぎに貼ったんですけど、すごい気持ちよくて、多分今日明日ぐらいから公式ツイッターさんの方にお礼のお写真が出ると思いますので、出るんじゃないでしょうか。皆さんも少々お待ちください。飲み物とかもすごいありがたいですね。本当に本当にリンゴジュース美味しい。美味しい。リンゴジュース。翼も授かってます。翼も授かってます。授かってる。授ける。そう本当にね。授かりたい時期になってきました。なってきました。リンゴジュースできたよ。ちょっと後でも授かりに行こう後で。そうそうそう。もう一回今日。私今冷蔵庫で冷やしてる。ああ。この後飲もう。この後飲む。この後飲んで稽古。これからですからね。これから始まりますからね、今日の稽古は。あと2回だもんね。やばいやばいやばい。ドキドキ。ドキドキですね。そうなんですよ、皆さん本当にありがとうございます。あの本番始まってからのまたね差し入れの方もあるらしいので、楽しみです。ありがたい。ツイッターでお礼をさせていただきますので、皆様確認くださいませ。ください。ナマステ。ナマステ。ナマステ。ありがとうじゃないですよね。ナマステって。え？ナマステ？こんにちは。こんにちは。違う。ナマステ。何でいきなりこんにちは。あとは。あ、トークショーが。あ、アフタートーク。ね。そうですそうです。アフタートークが。そうだ。あって。平日とかもあります。そうですそうですよね。私はスクショしたんです、アフタートーク。おー、偉い。さすが。スクショしたけど、そのスクショがどっか行っちゃった。ね、出ました、はい、早い早い、あったあった。木曜日 MC の子がいたりとか。そう、ね、MC が結構回るんですよね。うんうん、そうそうそう。木金土の3日間あった。うんうんうん、トークショーがありますね。そうです。ありますので、金土はあのあれですね、町総はどっちも、うん、トークショーありますので、はい、うん、ぜひね。そう、ぜひ特徴を狙いろんなね裏話とか話してたらいい、うん、したいですね。いっぱいそのね本編見てからこそ話せるお話とか。そうそうそう、ここじゃ話せないけれど確かにネタバレを含む含むお話ができると思いますので、ぜひ
楽しみに。お楽しみにしててほしいです。メンバーも全員全部変わりますもんね。いろいろ変わるみたい。MC 緊張する。MC MC の人たちいっぱいいる。楽しみだね。楽しみ。みんなも楽しみにしてくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。アフタートーク楽しみです。一緒だね。楽しみです。12日しか行けない。でも千秋楽来てくださる、ね、そう、ありがとうございます。ありがたいですね。すすきとかも結構なくなってる。いや、そうなんです、ありがたいことに。みんなでずっと一緒に何が何が一緒に寝ますかね。一緒の会が1個しかない ね, ね, ね。ああ、なるほど。ずっと一緒に出たかったね。ちょっとイチャイチャしないでそこ。ごめんなさい。あなた。そうよ。違う。すみません。すみません。シーツとアニエスが。たまにね、ここ浮気してるんですよ。稽古中もアニエスと腕組むシーンがあるんですけど、私がちょっとこう小道具とか用意してる間にいつも腕組んでて、あれおかしいな。あれ腕組んだら逃げるんですよ。でも私がなんか。いないとき、一回二人で腕組む。私がこう立ってたら、若葉ちゃんが来てくれて、あっと思ったらこう、そう、なんか、え、私は、私の、あれみたいな。使い過ぎましたね。やっぱシーツ、やっぱシーツなんだな、ね、なんか人気者ですね。みんなシーツ。いや、シーツに関する面白い裏話とかもちょっとあるんで、シーツっていう。したいね。ちょっとしたいですね。したいですね。早く聞きたい。絶対自分が出ないアフトでもちゃんと 裏で聞いてよ。聞きたい。絶対面白い。裏で聞いてよ。絶対面白い。ね、結構稽古場で面白いこととかあったもんね。いや、ありました。ありました。結構いろいろ話したい、ね。ここにいないメンバーとかでも結構、そうなんです、いつも特に子供が揃っちゃうと大変な騒ぎ。あ、危ない危ない。続いてる続いてる。続いてます続いてます。よしよしよし。お、結構ラグがあるの。ね、高校の同期生が平松さんのファンなんですが、この舞台がきっかけで久しぶりに連絡を取りました。千秋楽の日に9年ぶりに、すごくない？嬉しいですね。再会、嬉しいですね。素敵な再会が、絶対ね、2人とかも再会です。そうなんです。確かにファンの人が、ね、確かに久々の再会とか、そう、意外とこのつながり、うん、そのキャスト同士の意外なつながりとかがあったりするので、ぜひそちらの、そちらも楽しみにしてる方もいらっしゃるかもしれないので、ね、最初なんかキャスティングの見た時に豪華すぎてびっくりした。いろんなところで活躍されてる。本当女の子が、女の子ギュッと揃ってるの。ギュッギュッギュッ。もうなんか忙しいと思います、感激中。いや本当に参加もするし、みんなかっこよくて可愛いし、ダンスとかもあって、それこそなんかこう、あ、これ漫画のページで見たことあるシーンだなみたいなところも、逆にこそこのコマに映ってない別の誰かがそのここで、あ、本当はこういうことしてたんだとかっていうのが舞台だと見れるかもしれないので、皆様ぜひそういうところもチェックしていただきたいなって思っております、ね、あとオリジナルキャラクターがいる。あ、そうなんです。マルクの弟のクーっていうオリジナル、舞台オリジナルキャラクターがいるんですけど、かわいい。かわいいよね。それがもう、うわしゃ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 。かわいいねって言えなくなっちゃうんですよね。かわいいです。ぜひそちらの方も。もう、花ちゃんがすごい素敵で。花ちゃん、すごい。本当に。素敵。よく、なんか本当になんか子供なんじゃないかって思う。ねえ、本当に。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。そうなんです。皆さんぜひ、そちらの方もしっかりとチェックして。しっかりと。しっかりと、ぐわしゃしゃしゃ、本当にしたくなっちゃう。ぐわしゃしゃ、可愛くて。ビッグがあるからね、いつもちょっと。そうなんです。ちょっとグってなってるけど。そう、エアで。エアで。いや、ミレナちゃんもその対象やからね。いや、そうなんですよ。特にね。うん。あれってやりたくなっちゃう。母様からいつも。愛されてる。愛されてるな。そうなんです。いや、でも本当に子供組みんな可愛くて。みんな可愛い。そう。ジョゼがすごい。かわいい。いや、ジョゼのすごい。めっちゃ推しポイントがあるんですよ。え、なになに？いや、ちょっとシーンの中なので。ああ、話さないか。めっちゃ好きなシーンがあって。うえ。それをね、アフタートークとかで聞
そう、みんな、みんなの推しシーンとかね、うん、推しシーン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 、あとさ、ちょっと楽しめる場所あるよね。あー、楽しめる場所ある。くふって、ちょっとリラックスできるシーンもあって。そうなんです、そうなんです。そう思うと盛りだくさんだ、ね、盛りだくさん、うん、なんだろう、え、日替わっちゃったり、日替わっちゃったり、ね、日替わっちゃったりするしちゃったっかりするかもしれない。日替わっちゃったり、まあ、毎回楽しめる仕様になってね。そうだね、絶対多分同じものは 2回は見れないと思います、ね、5回でもただ特に、そう、リピートしても日替わっちゃったり違う場所がありますね。ね、いや本当にあそこ大好きで、うん、まあできれば見てるのわかる。投資するたびに面白いっていう。いやそうそうそう、そうだね、結構さ、スタッフさんとかも結構楽しみにしてるから。いつも笑ってくださいます。そうそうそう、でもあそこのシーンなんか自分たちも笑いすぎて、その後ちょっと真面目なシーンなの。いやそう、真面目なシーンに戻ってこれなくなる。切り替えがね、投資するたびに真面目に話すじゃん。一回かけたらこすってならない。そうそうそう、投資するたびに時間が長くなっていく。いや確かに、だからそうだ、完全にそこのシーンで伸びてる。楽しくなっちゃって、ね、そうそうそう、楽しいし、しっかりとね。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、楽しみにしていてください、皆様、来てください。チケット発売中です。はい、はい、まだ買えますからね。まだ買えますよ、皆さん、はい、しかも場所も渋谷なので。そうです、そうそう、アクセスがかなり、アクセス楽ですよ、もうあれですよ、パーって出て、あの109の方パーって行って、左の109の左パーって行って、なんかユニクロ見つけて、ユニクロ見つけてそこのところに入れば、パーに行ったのかい、行ったのかい、パーって上登ればもう、もう着きますから、着きますから、なんか地下から来たら直結で行けます。あ、そうそう、地下からもそうですし、雨の日でも、ね、大丈夫です、来れます。そうなんです、来てください。そうです、待ってます、待っておりますよ、私たち渋劇で待っております。待っております。待っております。ぜひぜひ。なんかロックンローラー、ぜひお友達を連れてだったり、ご家族で来ていただいたりとか、うん、お子様もすごい楽しめた、うん、から。確かに楽しめます。いただいたのが初めて、あの子供と一緒に見に行きますっていうのを言ったりとかして、うわ親子二代でぜひぜひと思って楽しんで。待ってます。お子さん楽しめる。ね、見てほしい。本当に楽しみで。お腹空くよね。お腹空くね。おかしな転生ですから。おかしな転生ですから。今回は笑顔と共にだ、ね。そうですよ。題名に入ってるんで。だって稽古中とかさ、なんかそういうシーンとか見てさ、めっちゃ食べちゃうもん自分。いや本当に。いやわかるわかる。見ながら差し入れ食べてます。みんないただいたものがすっごくすぐなくなる。そう、もう光の速さでなくなりますよね。かなかなちゃんから聞いたセリフ多いランキング1位、ずっと食べちゃう。いや、それな、確かに。でも昨日、録音したじゃん、うん、で、帰ってきたら、なんかみんなが輪になってカップラーメン。びっくりしちゃった。いただいて差し入れのカップラーメンを、みんなで輪になって食べて、私はカップスープ飲んだりとかして、すごい面白かった。輪になって帰ってももう良かったんですよ、うん、なのに残ってカップラーメン、そう、みんなね、残らないチームは、そう、帰っても良かったのにって、みんなで女子会してました。そうなんです、楽しかった。仲良しな座組です。座組です。でもその仲の良さがどんどんこう、うん、舞台にも出てきてるかなって思うので、うん、そうなんですよ、見てほしいな、見てほしいな、うん、もうあと10分、もうあと1分ぐらいで、ね、終わっちゃいますけども、よし、よし、あ、ちょっとぐわーよしじゃあちょっと締めに向かっていく感じで、締めに向かっていく、締めて、もうあと4日後、うん、もう今日読んでます、4日後3月8日から12日まで、渋劇にておかしな転生アップルパイは笑顔とともに上演いたしますので、皆様ぜひ応援していただけると嬉しいです。お待ちしております。お待ちしてます。何回でも来ていただけるとお待ちしております。待ってます。なんか言い残したことないですか？ないです。ないですか？うん、うん、とかまたね、インスタライブもう本番近くなっていきますけど、もしかしたらまだあるかもしれないので、ね、皆様楽しみにしていただけると嬉しいです。情報もね、この15時から今日物販のサンプルが出たりしますので、うん、ツイッターだったりホームページだったりぜひご確認ください、はい、ということで、はい